ボイラー、小型ボイラーを除くの定期自主検査について法令上誤っているものは次のうちどれか定期自主検査は1ヶ月を超える期間しない場合を除き1ヶ月以内ごとに1回定期に行わなければならない定期自主検査は大きく分けてボイラー本体、燃焼装置、自動制御装置付属装置及び付属品の4項目について行わなければならない 自動制御装置の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。燃焼装置の沿道については、機能の異常の有無について点検しなければならない。定期実施検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存しなければならない。この中で法令上誤っているものはどれでしょうか。 いかがでしたでしょうか答えはこちらですね燃焼装置の沿道については機能の異常の有無ここが誤りですね沿道についてはですね何を調べるかというと漏れその他損傷の有無及び通風圧の異常の有無を調べなければならないという形になっています定期樹脂検査についてですねこれもよく出題される項目なんですけれども定期樹脂検査についてはですねこういうですね例えば沿道については こういうことを調べなければいけないとか自動制御装置の電気配線については端子の異常の有無ですとかね。 こういったです、ね、細かい何は何を調べなければならないということを聞いてくる説問が多いので、まあ、今回はです、ね、自動制御装置と燃焼装置の沿道についてでしたただその他についてもです、ね、本体燃焼装置自動制御装置付属装置といろいろありますからこちらもですね教本あるいは教科書、まあ、そういったもので,です、ね、何の何を点検しなければいけないかということをしっかり把握をしておいてくださいであととはは基礎的なな事項しして定期期検査は1ヶ月をを超える期間使用しない場合を除き、ね 除いて1ヶ月以内に1回定期に行わなければなりませんよということ。それから電 定期検査を行った時はその結果を記録し3年間保存ですよとねこういった基礎的なところもしっかり把握をしておきましょうやはりですね何の何の点検というのはなかなか覚えにくいんですけども逆にこの3年間だと 1, 回1ヶ月に1回とかこういう基本的なところが問われたらまあそれはもうラッキーだったと思って逃さないようにこういう基本的なところをまず押さえてねその後にこの何の何の点検査をしなければならないということをもう一度おさらいをしておいてください。